正直結構売れてるんですよ。めっちゃくざPS3 のオンライン通信みたいな。ロボを噛まず16号。こうしてあげると。やばい。タバコ出さないと。すごいな。タバコ屋がしっかり仕事になってるのもおもろいな。もはやもう仕事だ。やばい。働かないと。おどうす。お疲れ様です。俺の間タバコ屋空いてましたわ。あ、今日も何回か空いてたんですけど、ちょっとタイミングが失っちゃって、あの元ナンバさん、あ、はいはいはい、が開けてくれてましたね。あ、やってんだ、偉いな。あとピンコがなんか10分ぐらい開けてましたね、はい、10分ぐらいね。やる気ねえなやっぱ。でもまだやってんだな、ピンコも。あ、久しぶりにテアンデイに会いてえな。推し活ちゃんと客。わ、検索ってできえ、こんにちは。おじいさん、おじいさん、タバコ屋ってなーに？タバコってなーに？タバコ？ SUV ってなーに？車。低燃費ってなーに？低燃費？低燃費ってなーに？ちょちょ。いやいや、ちょ。顔がさ、顔立ちが、何してんの？おじいさん、おじいさん、おじいさん。何？街にいながらストロピやる方法ってどうやるの？街にいながらどうでしょうね。どうやればいいのかな？格闘技したいの。暇だから。格闘技したいの。待ってる間暇だから。格闘技したいの。格闘技してる、もういいんじゃないですか、すれば。コントローラーが反応しなくなっちゃうんだよ。コントローラー確認したらなんとかなんじゃない？やってみるね。ありがとう。何してんだあいつ。裸足だし。マックさんにやらされてんじゃねえだろうな、あれ。鼻となんか顔立ちに癖がありすぎて、どんな見た目しててもすぐピンコってわかんない。こんにちはですわ。あ、こんにちは。お久しぶりですわ。お久しぶり。なんか、ツイックスでやってるの見て、来ました。ああ、そう。何してたんですの？何日間か。寝てましたわよね。なんかいろいろ。あ、そうなんですね。そう。外国に行ったり外国に行ったりしました。ああ。うん。長旅ですね。その歩き方やめろよ、マジで。その通りだと思いますわ。ジャッキーをください。ジャッキーを。私もう用はないので帰ります。さよならですわ。 な, でなんだこいつ。食べる、何でも食べる。え、嫌いなものない。これあげる。え、何これ。これ友チョコ。すげえ。バレンタインだ。バレンタインに友チョコ。お、すげえ、うん。ありがとうございます。ラーメン屋でさっきラーメン買った。ラーメン屋やってんだ。豚骨ラーメンはいい趣味してる。おー、いいでしょ、あれ。ああ、めちゃくちゃうまそうだ。うん。あれ、ちなみにいくらでした？ 10 万だった。やっとるわ、やっぱあいつ。いや、俺も10万で買ったんですけど。値段変えてねえんだ。10万だった。そう、あれ、俺とレースに負けて作ることになった商品なんですよ。ほう。負けて？そう、家系ラーメンなのに、だから、豚骨ラーメンを作らせるっていうのをかけて勝負して。なるほどね、はい。いやでも、看板に一番でかかった。あ、え、マジ？うわ、高いから味しめてやがってるな。おい、プライドねえのか、あの家系ラーメン。マジか。オリジナルのやつがその下に書いてあった。うわ、ちょっとなんか割合もらえばよかったな。5%。今からでも言えると思う。ねえ、そうっすよね。さっきまで起きてたよ。マジっすか？ちょっと行ってくるっすわ。許されん。なんだ？なんか。パリピの。なんか BGM が。パリピの感じ。デアンさん、川上さん。この BGM、どうしたの？なんか頭痛くなるやつもらったっすよ。なんか衛星の妖精から。頭痛くなる。なんか頭痛くなるんですよ、これ。めっちゃ、なんか、なんだろうな。はい、どうしました？記憶が。で、どうしました？川上さん。久しぶりっすね。久しぶりっすね。なんかちょっとメニュー表が、の様子がおかしいって聞いたんだけど。見えてないっすか？様子おかしいって、どういうことっすか？いや、なんか、市民から、はい。枯れ込みがあって。え？いや、そんななんかやましいことは何もしないですよ。本当？ちょっと見たいな。それか？あ、でも普通じゃない？どうなってます？映ってます？お、やっぱお、なんかさ、お前家系ラーメンじゃねえんか。いや、もうそんなのはもう、やっぱ、この街で生きてって、されてた、その考えは。本当？朝ラーメンとさ、博多豚骨が一番でかくない？
いやでミス、まあ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 、これ10万だからこれ、まあ10万ってのもあるし、やっぱコラボちっちゃく置くわけにもいかないかなっていう。ああなるほどなるほど、あせっかくコラボさせてもらってんのにちっちゃく置けないかな。しかも博多豚骨正直結構売れてるんですよおい、だからそうだろ売れてるからお前で隠してんだろ、高いし。え、ネギチャーシュー丼出ましたよ。ネギチャーシュー丼、そう、ネギチャーシュー丼を買いに来たのよ。ネギチャーシュー丼、ネギチャーシュー丼マジうまそう。え、これ超うまいっすね。ネギチャーシュー丼、俺のラーメンの売り上げちょっとくれよ。いや、まあ、コラボだからね、確かに。まあ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 、いやまあ確かに。え、いくらっすかちなみに。何がいくらよこせって言ってんの。いくら納金すればいいんすか。マジ、はい、いやいや、まあ別に、まあ気持ちで 5% でも 10% でもいい。ちょ、パーセントわかんないんですよね。じゃあいくら売り上げたかわかんないから、気持ちじゃない、もう気持ちでいいけどね。そうなると、なるほどね。いやいや、だから本当にいくらでもいいんだから、その気持ち的に、いやでもこんぐらいしか売れてないから、まあ渡せるなら50万かなって言うんだったら俺50でもいいし。え、ちょ、何万すか何万すか。俺3 140です。うん、だって出ます出ます。まあ本当にちょっとでも別にね、10万でもいいんだよ俺は、気持ちがあれば。いやでも俺結構博多豚骨、うん、一旦これどうですか。ああ、全然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 、ちょ、一旦上納金これでいいですか。うんうん、もうありがとうね。いや、そういうつもりじゃなかったんだけど、こんなにいいのねありがとう。あ、じゃあ川上ラーメン何個買ってきます。50個。いや俺まだこれたまったよ、俺この間買ったやつ一口も食ってねえからまだ麺デロデロ伸びてるうまそう、ネギチャーシュー丼マジでうまそう。そのがもう一本でやろうと思ったんですよ、家系一本で、うん、プライド持ってどんどん色物がいやもう無理っすね。いやだってもう家系ラーメンでも黒ウーロン茶やり始めたらもうおしまいよ。いや黒ウーロン茶はでもあるんじゃないですか、結構あるところには。もうだってださ、家系ラーメン食ってんのに痩せようとしてんじゃん。いや、結構人気が落とそうとしてるやん。カラフルになってきた。村上さん、ニンニク取りました。ニンニク？これニンニクも無料で置いてるんですよ。あ、マジで。だからこれ全然持ってって、ネギチャー丼にも入れたらうまいんで。あ、じゃあ、2個もらおうかな。あ、2個も全然、これは何個でもいいっすね。あ、で、川上さん、ニンニク食べたんだったら、この後どうやって仕事するんですか？この後、だって俺、タバコで匂いを中和して。めっちゃ臭そう。いや、これ。これ ?2 万円？1個2万っす。はい、じゃあ買う。ジョイントじゃねえかよ。ジョイントで。おい、ライバルじゃねえか、これ。あんなもん俺がもう今食ってやろう。まあそれサービスなんで、それで気に入ってくれたら。ほんと？いやでも実際。でも川上さんなんか喉の、なんか、喉の。なんかの、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、音質がなんか、はい、PS3 みたいな。T3?PS3 のオンライン通信みたいな。川上さんは？川上さんなんか俺だと。まあまあ。そう。デアンさんは？なんか普通な気もするでやんすけどね。いや、なんかキルストリーク出してる救済人みたいな音質になってるじゃあいいじゃん。じゃあまあいいか。違う問題かな。将来有望や。え、さ、甘いもの好き？甘いもの、ちょっと導入的には好きって言いたいんですけど、そんな好きじゃないっす。そんな好きじゃないな。いやいや、でもまあせっかくならちょっと好きです。今は好きです。俺も好きっす。あ、ごめん、1個しかないな。1個しかないか。どら焼き。まあ、ちょっと好き、うん。ちょっと好きなこともある。ありがとうございます。じゃあ、焦げ付きくん。はい。定期的に来るから。え、ありがとうございます。わかる。あ、え？定期的で来るには一回で渡しすぎたか、これちょっと。もう一生分ぐらい渡してるかもしれないですね、これ。吸い上げられるんだ、これ。別に 1% でもいいんだよ。その週ね、10個しか出なかったら 1% でもいいんだよ。いや、わかりました。また、よろしくお願いします。じゃあ、また来ますね。ありがとうございました。ありがとうございます。あの人、ヤクザ？ヤクザっす。ヤクザ？ゴリゴリのヤクザっす。クロス。あれ？アルコールの度数的な。私、日光。こんにちは。なんかじゃあ、あれ、もう何本渡したっけ？あ、20本です。20本か。お疲れですか、もしかして。じゃあ、まあ、どちらかといえば。あ、よければ私が払って差し上げましょうか。あ、お願いします、ぜひ。あ、承知いたしました。それでは失礼させていただきます。100機を退け、
労災を払う救急如立よ今日小さめだないかがでしょうまあなんかちょっと疲れが取れたような気がします。あ、本当ですか、よかったです、はい、ありがとうございます。じゃ、あの、忙しくなりそうでしょ、奥行きましょう、奥行きましょう、奥行きましょう。あ、はい。すいません、なんか忙しいのに。はい、あ、いえいえ、ちょ、あの、やばい人たち来たんで、ちょ、ここで静かに、あの、放置しといていいんで。あ、了解です。はい、大丈夫ですか、なんか来てません？来てません？Hello? ね、また切れちゃったね。うまい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの、卵はあの、読むだ。うん。ん？読めば、買いに来ましたか。ありがたい、うん、何買います。私はあのいつものフォーカー。フォーカー、皆さんは同じ一味、組織の同じ、まあ組織というか、まあ、まあ同じチームというか、同じ志を持った。あ、そうですね、なるほどなるほど、同じ志はありますよ、うん、例えば川上さんから購入したんですよ、先ほどの車。さっきプレゼントしました、川上さん。ああ、そうなの、よかったよかった。川上さん、私が本当に買おうと思ってて、お前、それを、この子たちが前で、お前、本当に、その、タイミングが少しでも遅かったね。ほんま。そのかすごいの。なんか本当にあと2日ぐらい経ったら、まあ、私勝手に帰ってますから、まあ、危ない危ない。とりあえずちょっと渡しちゃいますね、先に。ああ、すみません、ありがとうございます。飛んでたんだろうな。あれ、大川さん、あの16号のコスプレって見せましたっけ、もう。見た見た。で、俺、孫悟空。俺、頭踏みつぶしたもんだって。川越さん、わかります？ちょっと。16号には詳しいですよ、俺。わかった。じゃあ、ちょっと1個。ヘルズフラッシュでいきますか？ちょっと俺はそこまでなんですけど、多少のセリフならちょっと。めちゃくちゃダンボ。よいしょ、コスプレ作ってきて。ね、着替えるやつあるぞ。あ、これね、ちょっとすぐもう1個に着替えなきゃいけないから。まず1個目。はい、まず16号。作って、ちょっとこれで、バズライトイヤー入ってる。そう、バズライトイヤーみたいなんですけど、ここはまだ、もう1割なんですよ。この16号のコスプレ。ここじゃないで、こうして、うん、で、こうした後に、うん、こうしてあげると、うん、おい、ずるすぎやろ、それ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。それを、それを、それを受けて帰る。ここまでが、ここまでが、うわぁ、流れなんですよ。普通のやつじゃん。普通のやつなんですよ。ご飯作んねえと。俺を見せるためにすごいなぁ。確かにそれはお着替えバッグだわ。そうなんですよ。うん、あー、てか、大体。うわぁ、来た、完璧だ。サウザーっぽい。完璧だ、サウザーだ。サウザーいる。コスプレになります？いや、ちょっと俺コスプレは声真似ができなくて、あとちょっと恥ずかしくて、気持ちなんですよ、気持ち、気持ち、俺も全然声真似できないです。本当ですか？本当です。俺マクドナルドさんのモノマネしかできない。うわ、みんなできるんなら、めちゃくちゃ似てるよ。さっき俺の店来た時、川上さん、うちのピンちゃんはちゃんと店に来てますか？大丈夫です。マックさんか、ちょっと待ってくださいね。あるんだ。もうコスプレっていうかじゃない。いや、もう、ほんまの。コスプレじゃないじゃん。甘い。マクドナル。似てるな。ほんとさ、僕も考えてよ。あ、どうしよう。私は君の中じゃないか。おい、すごいな。めちゃくちゃ伸びる。うん、すごい。影武者じゃん、もう。違うよ。本物だよ。なんかちょっと違う。喋り方が違うわ、なんか。あ、おい。これまこれ。こういうことの。いや、でもね、最近本当にね、マクドナルドさん、俺の前にいるときだけかどうか知らないけど、俺の前にいるとき、本当そんな感じで、マジ何言ってるか分かんないんですよ。あ、俺の何言ってるか分からないの。マジでそんな感じ。マクドナルドさん、それな、それマジやばいんだよな、その直立不動。
We'll be right back.